皆さんこんにちは、ガメンです。今回も全キャラダブハン企画マットマギー編ということでやっていきたいと思います。いやー、なんか最近ね、こうあったかくなってきたからかわかんないんですけど、なんかすごい花粉が飛んでるんですよね。もうそのせいで今日ティッシュ3箱ぐらいも使っちゃいましたね。まあその花粉症だから鼻からね、鼻水出るってのは当たり前だと思うんですけど、なんか今日朝起きたらね、あの僕の下のなんか沈房からも鼻水出てて、なんか最近の花粉ってなんかね、下半身にも影響あるんだと思ってすごいびっくりしましたね。いやでもマジで花粉最近多すぎて、もう受粉できそうな体だねって感じだよ。ちょ、なんか庭に咲いてるコスモスにホンダミューって名前つけて、あの俺もね、庭で、あ、行く行く行く、あ、受粉するよ、受粉させるよ、あ、行くよーって、あのちょっとこのやろうかな。なんか花壇に向かってしこり散らかしてるやついたら、多分それ僕なんでね。ちょ、この試合終わったら行ってこようかな。行くぞミュー。ちょっとやばい。初動が来た？ああ、ちょっとやばい。あ、大丈夫か。ちょ、前回の嫌な記憶が蘇ったわ、初動狩りの。ちょっとマスター起動つけてると、なんかそれに寄ってくるさ、害虫度もめっちゃ多いから、マジで困るんだよな。いや、ちょっと待って。OK？ はい、OK、ザコダウン。え、これどういうこと？いや。なんでアーマー変えれないんだよ。それは終わった。終わるわけがないであります。いや、今、安倍晋三出ちゃったわ。なんかまだ、あ、赤ピン立ってんな。ちょ、赤ピンの肉壁助けに行くか。あいつちゃんと肉壁として全うしてるからな、ダウンしてるってことは。前回赤ピンの肉壁に10キルもキルパクされたから。は？フィニッシャーか。まあまあまあ、肉壁だからね、まあ死んだところで別になんとも思わないですけど、僕は。もう肉壁に対して助けたいとかっていう感情ないんでね、僕。もう道具としてしか見てないから、ちょっと起こしてるわ。はい、オッケー。まあ一応ね、赤メインの肉壁はもういるんですけど、あの次ね、赤メインの肉便器も募集してるんで、まあぜひね、赤メインの肉便器候補の方はね、あの DM 送ってもらえるとありがたいです。あ、もちろんあの、Apex 女子限定で、ね、お願いしたいなと思います。あと直近に上げたね、動画のコメント欄で、赤ミンさんの動画、音消してみると全く面白くないことに気づいてしまった、みたいなコメント来てたんですよ。で、まあそれ見て、確かに僕って、なんかこう、音消してみると何の面白みもない動画作ってたなと思ったんですよね。まあ、なので、ちょっと今回決意決めました。はい。今から沈房を出します。いいんだな、お前ら。出すぞ。出すぞ、ここで。俺は、もう、音量消したら面白くない実況者なんて言わせない。出すぞ！出すからだ！いや、マジ危なすぎる。動画の冒頭で社会的に一礼するとこだったわ。まあ、社会的に、ね、一礼したところで、まあ、すでに僕の人生、ブロンズユカペロなんでね。まあ、あんま関係ないんですけど。え？渋春レースだ。あれ、渋春本人かな？なんか俺、コメント欄でさ、結構渋春に声似てますねってめっちゃ来るんだよね、コメント。似てるかな？はいどうも、渋谷ハムヤシ。本当にやばい。ファンに殺される。ごめんなさい。ごめんなさい、渋春さん。あ、でも ID 渋春じゃない。あっぶね、マジで。もう今日の動画で社会的にも一律してて、もう唯一の俺の今の行き場所のね、この実況会でも追放されたらもう俺行き場所ねえからな。生き残りたい。生き残りたい。まだ生きてたくなる。トゥン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 トゥ。このマクロスのさ、ライオンって曲とさ、あのオルフェンズのあのかっしょりたいものもないっていう曲、なんか実況者に合いすぎてるよな。実況者ってか FPS ゲームに合いすぎてるよな。なんかね、喋ることない時大体その2曲のどっちか歌っとけば、あの FPS の実況成り立ちますからね。確か渋春さんもこの前の配信で歌ってたと思うんだよな。かっこいいかい！もやもや！ん？やり合ってんね。終わったな、ワンパ。バレてっかな、俺ら。さすがにバレてないと思うんだよな。ちょ、こそ突して1キル取りに行くか。え？ちょ、ちょ、肉壁、あ。いや、お前やれんな。はい、オッケー。いや、後ろ、いや、行く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 ！いや、マジで。いや、生き残りたい。いや、待って、炎上、炎上、炎上。あ、やばい、動画炎上、やばい。あ、いや、弾切れかよ、それ。はい、OK。
や、いいね、マジで調子。え、ってか待って、10キルでさ、残り8部隊って1500ダメージ。いや、これ4000ハンマーあるな。なんか最近さ、俺ダブハン取れなさすぎてさ、この企画がそもそも全キャラダブハン企画ってことをなんか忘れてきてたけどさ、徐々に。そういえばこれダブハン取んないといけない企画だからね。いや、多分この試合いけんな、これ。なんか別来てね。いや、ワンマガ、いや、もうその、いや、寸止めワンマガジン。上上がったな、ホライゾン。直勝しちゃうよ。はい、直勝。もう僕の弾痕ぶつけちゃうよ、ほら、弾痕。いっぱい弾痕ついちゃった。キモすぎだろ。うわっ。あっ、はぁ、いや、最高です。やっぱワンマガジンだよね、このゲームは。やっぱワンマガジンで敵殺した時が一番せい実感するわ。みんな僕の弾痕でダウンしたよ。なんかその言い方ちょっと怪しいな。ん？うわっ！おっぱいドーム来た。おっぱいドームに俺のおちんちんミサイルドリル。あ、ちょ、え、どういうこと？ダウンすんじゃねえあれ。あ、オッケー、俺のドリルでダウンしていく。いや、でも中入られたな。ドア割れねえかな、ワンチャン。え？肉壁優秀すぎるぞ、そのジャンパー。さすが俺の優秀な。部下だ。いやー、そのキルパクはちょっと、ノット優秀な部下。いや、ちょ、まあ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 。別パもいっからね、一旦、ここは。まあ、キルパクにね、帰還してる場合じゃないけど。ん？どこだ、今のスキャン。上から来んのかな？どっから来るかわかんねえな。なんか逃げてるぞ。それはなんだ？撃ち放題だ。いや、いけるいける。こいつらやりて。いや、いけるいけるいける。絶対いける絶対いける。ちょ、肉壁待って。肉壁前出なくていいぞ、マジで。ここは俺が行く。いや、肉壁撃たなくていいって、ほんとにそれ。俺より前行くなって。ちょ。やばい、ちょ、待って。終盤に来て肉壁の主張が激しい。ちょ、待って。ちょ、赤メインの肉壁担当っていう名前なんだから、俺の後ろにいてくれ、頼むから。本当にあの、その、撃っちゃう姿勢いいから、積極的に。全然求めてない、今、そういうの。本当に申し訳ないけど、全然あの、終盤での活躍はね、あの、求めてないんだよ、君に。俺の盾となってくれれば、肉壁の役割としてはそれでいいからね。いや、なんか怖えわ。なんか、肉壁生き生きしてない？急に終盤になった瞬間。前回みたいにリザルト10キルとか、取んなよ、マジで。は？いやー、ダウン、どっちだ、あれ取ったチーム。できたら、かっきり入れたくねえな、あれには。こっからダメージ稼いでいかないと4000ダメージいけないから、あいつマジで一旦放置でいいな。とりあえずさっきやったブラハの仲間を先に殺して、こいつと。いや、これ詰めなくていいな。あいつも生かそう。うん。もう生かせるやつは全員生かしておこう。ちょ、もうこっからは倒しても詰めない。もう蘇生させる、無理やり。いや、これ位置悪いな、俺の。オッケーオッケー、引いてくれたね。いや、いい感じ。いや、待って、奥から撃ってんな、取り手。あいつ、牽制。オッケーオッケー。いいよ。2パを平等に今、牽制できてる。素晴らしい状況。なんなの、お前ら、マジで。撃ち合う姿勢を見せてくんじゃねえよ、お前ら。カバーし合ってんだから。いや、オッケー。いいよ。素晴らしい。素晴らしいよ、この均等にダメージを与えていく技術。いや、もうこれは約3ヶ月間にわたってダメージ稼ぎを続けてきた成果だろ、完全に。終盤のダメージ稼ぎは確実に上手くなってきてる。オッケー。はっ！なんで詰めてくんだ、だからさ。え、しかも、あさってんだけど、やば、お前ら。え、頭ワイキキビーチ？ちょ、一回肉壁スイッチ。オッケー、肉壁を犠牲に、被弾を減らしていく。いや、まあ、詰めてくるようなラスト一人。いや、待て、これは。待てよ。いや、撃たないぞ、俺は。いや、ちょ、肉壁の自己蘇生、それ、地味に嫌だな。ワンチャン肉壁このまま敵に死んでくんねえかな。オッケー、オッケー、それでかい。いや、オッケー。これで実質俺とあいつの一騎打ちになった。オッケーオッケー。その肉壁ダウンでかいよ。ちょ、肉壁終盤になるとね、急にあの、キルに貪欲になるから、ちょ、怖えからさ。悪いけども、肉壁は十分に役目果たした。ウルト吐いたな。いや、これはでもさすがに4000いったな。マットマギー、俺はお前と過ごした、この、数ヶ月間、本当に楽しかった。日本一の称号もお前からもらって、俺はしよ、いや、ちょ、やばい。俺は本当に幸せだったよ。俺はお前と
日本一を目指すって本当に良かった。マットマギー日本一ってことを俺が最後に証明してやる。ありがとな。あ、ほなみーちゃんばナイス。あれあれってか最後俺4000ハンマーいったっけ。え、あれしょってダメージ俺見てなったんだけど。え、さすがにいったよな。これでダブハン取れてないとかあったらマジでやばいぞ。いや、言ってる、そんな、ダブハン取れてないなんてそんなわけがない。だって俺、いや、そんなわけないよ、だって。ダブハン取れてる、絶対。え、大丈夫。いけ、あっぶねえ。ギリギリ言ってたわ。いやー、これはでもちょっとほんと一旦拍手ですね。まあ、ということでね、今回で全キャラダブハン企画マットマギン編はまあ、終わりですね。なんか早かったっすね、今回は。まあでもそれはね、まあ僕がダブハン取るのがね、まあ、上手くなってきてるっていうことですかね。あ、ちょっと待って、やばい、おなら出る。ちょっと待って。いや、すかしたわ。まあということでね、今回で全キャラダブハン企画マットマギン編はね、終了となります。いやーもう日本一のマットマギー使いっていうサムネで視聴者釣れないのか。まあね、でもあの次のキャラにね行かないと僕も成長できないかなと思うので、まあ次のね全キャラダブハン企画はまあバルキリーかな。まあバルキリーでね次は全キャラダブハン企画またやっていきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。まあ総集編もね近いうちに出します。それではご視聴ありがとうございました。次回のダブハン企画でお会いしましょう。バイバイ。